結果場の奥義カラ売り。はい、パパです。本日も YouTube やっていきます。2020年5月8日フライデー金曜日となっております。はい、今日も YouTube やっていきます。元気よく毎日 YouTube 投稿しております。はい。で今日はね、あの王義カラ売りということでアンジェスト光栄科学、えー、工業。 アンジェスト公営家具工業、すごく今注目を浴びている銘柄でガーンと上がっているんですね。その銘柄に焦点を当てて、奥義、空売りのね極意をね、皆様にお伝えしようと思っておりまして、非常に有益な回となっておりますので、最後までご視聴のほど、何卒よろしくお願いいたします。そののの前にね今日日米労働省が発表しましまた5月月8日のね雇用統計4月の えー、数字が出ましたのでそれもについても少しだけ、ね、あのお話しできたらいいのかなというところを思っております。まあ、それを話すことによって、ね、今後の、ね、戦略があのマーケットの戦略が、ね、うまくい,けいくことができるのかなと思いますのでぜひともよろしくお願いいたします。 でまあねまあ、僕は投資家でございまして、今日は、ねえー、日々あの、有益な情報を配信しているんですけども、皆様、チャンネル登録のほど何卒よろしくお願いいたしますね。はい、お友達の皆様にもぜひともよろしくお伝えくださいませ。はい、ね。それでは参ります。最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、行きます。 ねえまあ最初にね、あれですよ、米労働省が発表しました5月8日、先ほどで発表されたんですけども、4月の雇用統計はなんとえ予想通りというかね、めちゃくちゃ悪かったね。 まあもう市場は折、ね、り込んでいるわけなんですけども失業率が戦後最悪の14.7%、まあ、そりゃそうだという <laughs> 感じでございますね。ここまで来れば、ね、そうなるでしょうという感じでございましてならないとおかしいよねというような感じでございまして、まあ、予想通りかなとで就業者数も前月比で2050万人減り過去最大の減少幅となりました。えーねまあ、これを受けてなんと、ね、ダウ高 ダ,ルダウ平均爆上げドル高になったということで今ねなんかドル安に最近まで近づいていたんですけど今日その発表を受けてドル高になったというねもうな何が何だか分かんない世界というかねまあ、今はねアメリカ政府もねやっぱその非常にね経済 対策をされておりますので、それもあってね、あの市場も織り込んでいるということもあって、アメリカ最強というような感じが出ますね、USA usa 最強という感じでございまして、いや、素晴らしいことでございます。だからね、まあすごくね、マーケットは5月はね、セルインメイというアノマリーもありますけど、それは関係なしにね、バブル相場になりそうな勢いでございますね。 日経というか日本のマーケットもバブルソーバーでございましたですし、ね、600円近くというか500円以上のね、えー、日経金を叩き出したんですけどもね後場にかけてまたバンって上がったからですねすごいことになりました。その中でねねまあね、えーそう 今日の、ね、話になっていくんですけどアンジェスね光栄科学工業という形で、えー、その2つの銘柄を注目しながらね空売りの奥義というような感じで、えー、してね テクニカル的な部分ですね戦略的な部分で非常に有効なというかねなかなか難易度は高いです。もう奥義という部分なんで難易度はかなり高いんですけどまあ,あの初心者の皆様はね聞くだけでもねすごくあこういうことが起きてるんだなっていうふうにね考えていただけたらいいのかなと。マーケットにはねねいな市場のの理というものが、ね 非常に渦巻いているんですね。もううごめいているというような感じがございまして、えーね、なかなか難しいところでございまして、今日は空売りですね、買いで入る、空売りで入るっていう、ね、言葉があるんですけども、まあね、えー、売って利益を得るという感じですね、売って利益を得る、買って利益を得る、その逆をやるんですね、通常の逆をやる。 利益の取り方でございまして、まあ、そこの説明は今回はね、割愛しますけども、はいではね、早速、あのちょっとこれ見ながらいきましょうかね、アンジェスね、ねこのね、まあ、バイオ系の銘柄でございまして、数々のねあの歴史をつ、ね、作っているアンジェスなんですけども、今回もすごいことになってありましてね、はい、もう爆げですね。はいね すごい、ね、何日間にかけて上がってきたというような感じが出ましてまあね例の薬がねなんかいい感じに進んでいるんでしょうかというような感じでございまして、えー、そうですようんで今日は大,大きく荒れましたねなんか崩れたなっていう感じがあったかと思いますねで進んでいきますとまあ5分足ですかねこれねまあね今 11時10分を指しているんですけど、まあ、大体10時ぐらいだったかな10時過ぎぐらいだったんですけどまあねもう一回落ち,落ちてきてちょっとね、まあ、間が空いてさらに落ちて上がっていったんですね、まあ、2000円近くして赤丸をちょっとつけていると思うんですけども、ね、これからね、えー、まずはグッと下がったと。うん、であ,ある有名なトレーダー様がね、まあ、僕もよく使う戦法ではあるんであの、まあ、非常にかぶってはいるんですけどその部分はですね ある有名なトレーダーの方がですね、この1993円で空売りかけたんですね、うんすごいぐーンと下がってますよね、赤丸からですね、はい、ここがすごい上手いなというような感じでございまして、まあ、市場の心理をついているという感じですね、上がっていって高値を目指そうかというところで下がっていった、ね、で上がっ再度上がろうとしたけど、そこで2000円。 というねやっぱキーこの2000円がキーワードになって、えーね、あの結構ねこういう2000円とか気のいい数字ってなんかね節目になりがちなんですね。その2000円という節目でその一歩手前で1,993円でガッと売りをかけたっていうね、えー、下にグーッと下がっていってるんですけどまあここがうまいなというような感じでございましてやっぱりね人間の心理の 隙をいいている感じですねここで下がると確かに買いを持っている人は最後の望みを砕かれるというようなね心理なんですね。まあ、僕も買いも売りもやっているんですけど、まあ、買いの立場からして考えるとやっぱそんな感じですよね。で売り,売りの人っていうのはその分かんないんですね普通はね。どこが売ろうかなと難しいなと。 だけど、ね、買いの人の心理を考えると、ね、こう見えてくるんですね、この2000円という節目でここを超えたら、ね、もうやっぱ上昇トレンドに戻るのみたいな損が減るかなみたいな感じで思うけど下がるみたいなね。でも投げ売りしちゃうみたいな。面白いんですね、このね。 突っ込まれててそれまでにねやっぱりグッと上がってきた部分でちょうどこの「市場の心理」のねつくような場面でございましたシーンでございましたでまあねそのずっと進むわけで一回ちょっと上がってね昼場5番になっていくんですけどもね5番になっていって、まあ、ちょっとギャップアップしたんですねちょっと寄り付きが高くなった。 まあ日経も強かったしそれでまあ上がったんでしょうねギャップアップしてでギャップアップしてそのギャップアップが逆にまたその空売り税にとってはよかったのかもしれないですねそれが天井になってぐんと下がっていったそしてストップ安まで1546円のストップ安までね行ってしまったっていうねいやー教科書通りのねあの空売りだったのかなと。 うーんバッチリ決まったっていう感じですね。これ取ったらいいでしょうね。気持ちいいでしょうね。空売りで取ったでもね、これ非常にやっぱ難易度は高いですね。だけどねうわ、上がるんですよ。この空売りのタイミングっていうのは。これね、難易度高すんだけど、これ、慣れてくれたらね、だいたいパターンは分かってくるんですね。うん、予想がしやすいというかね。うんでも 難易度は高い方ですので初心者を真似しない方がいいと思いますけど、まあ、こういうのがあるんだなっていうのをとどめておくだけでもね全然違うと思いますのでまあねいろいろ上級者の方々がたくさんいらっしゃいますからねやっぱ初心者とか素人様はねやっぱその食い物にされますからね養分になってしまうというかねそうならないように対策をしないといけないからいろんな、ね、作戦とか思いとか心理とかを学んでいて。 でね、対策を練るっていうやっぱ敵を知っていくっていうことがねやっぱ戦闘孫子の,の兵法書にも書いてますけど「百戦危うくからず」とかね書いてますけども相手を知れば百戦危うくからずですかそういったところがやっぱ大事になってくるのかなというところでございますね。はいでまあねその後あと SS このま,まストップ安スにつけたんですけどやっぱこれまた人の心理が面白いもので、ね、ストップ安スになるとその。 やっぱ空売り税はそこでねちょっとやっぱもうそこそこでいいかなとそこでねもう引き上げるかなっていう人も一部出てくるんですねうんその後下がっていくっていう可能性は結構高いんですけど一部の方はやっぱそこでね買い戻しするという方も多いそして買いの人は逆にそこでえもう一回チャレンジしてみようかなっていう方もいるんですね中にはチャレンジャーな方が。意外と取れるそのまあ今回も、ね ストップ安1546円をつけてそのね100円ぐらい上がった1623円ぐらいも上がった確かねその100円ぐらい上がったうんこのリバウンドを取ったっていうやつなんですねこのリバドリっていうねまたねま僕もリバドリいく使うんですけどねというかそこは鉄火バがね好きでございましてねまあ今日は2つの奥義ですね奥義から売りとそ <laughs> の 奥義リバドリーっていうような感じでございますけどリバと空売りを取るっ、まあ、こうね、結構リバドリーはね狙って取りますけどね面白いですねこのリバドリーもねいろいろロジックがあってですね、まあ、僕はある一定のルールで、ね、リバこのようになったらこうなるリバドリーしようっていうルールは設けてますけど、まあ、そこはちょっとねあえてまだ言えませんけども、ねまあ、僕の大切な奥義リバドリーなんでねまあそんなところで、ね、面白いですよ。 でまあ、その後またストップ安につけていったっていうねあの今日の教科書通りのねえー、アンジェスでございましたいやー面白いですねこのアンジェスはね僕もうん普通にやるぐらいですねこのアンジェスただまあ初心者の皆様には難しいとは思いますけど戦略的にですねただねこういうのがあると覚えていてください次にこれはねめちゃくちゃ難易度が高いスーパー難易度が高い 公営化学工業、4367公営化学工業についてお話しさせていただこうと思います、今日の、ね、マーケット、いろんな、ね、あのドラマがありました、今日のマーケットもね。はあ、これもね、すごいんですよ、この見てください。もうね、ストップだか、ストップだか、ストップだかで、ね、どんどん上がってきちゃってる。うん、すごいですね、もうここ、こんなの取れたらいいでしょうね、もう、ね、ヘブンというかね、会員の皆様。 ラッキーチャチャチャみたいなね古いかラッキーだなっていうような感じでございますでしょうけどでまあ5分足をちょっと見ていきましょうか5分足をねはいすごいですよまあ当初二分の銘柄ではーいねこれをね難しいよねこれ空売りも取るのもねなんか、うん、空売り取りたくなるよねどっかでね うん、特に14時の時点とか取りたくなるよね空売りで。でまたストップ高についていくっていうね何度かストップ高ついてこうやって離れていくっていうのは結構この14時の時点でもう何度かチャレンジしちゃって123度目の正直っていうので落ちちゃってるからもう空売りそこをかけていきそうな感じなんですけどうん上がって ですね、まあそこで空売りではストップしたとは思うんですけどこの上がったがためにストップ高に逆につきやすかったのかなとただこれなかなかねうんここまでストップ高連チャンでここまで来たから難易度は非常に高いですねリスキーですねひょっとしたら明日下がる可能性もあるかもしれないなっていうその経験 を感じるからなかなからなな難難易度が高いいいまだ僕ははしでですねこういうのはですねねこううのちょっとこれはね難しいねでもねこれで嗅いで皆さん入っていた人たちもいるんですからすごいですねこれはもうねうんこれを取れてる人は非常に超神ですねいやーすごいですよこれはこういうは難易度高いですねだけど まあこのパターンを頭に入れておかないといけないですね。成功パターンとしてですね。ただ難しいね。やっぱりね、人間というのは失敗を重ねていく。成功も重ねていく。この失敗というのがやっぱ大事ですね、うん。失敗が何よりもの教材というか勉強になりますよ。まあ、人生も含めて、ね。このトレードは特にですね、失敗の連続です。もう、ね、置くトレーダーとかね、あのー、成功しているトレーダー こそ失敗してますよその失敗の積み重ねを学んできているからしっかり学んできているからあの失敗しないように成功できるんですねまあ難しいところでございましていやーねこれはね難しい相場だったでしょうねだけどねみんな欲があるよなというこのねすごいチャレンジ相場というか今日はねそう。 イグニスエイミングねえ光科学工業そしてまあアンジェスといろいろ釣り合わせしました最後ね <laughs> 稲子様たちが <laughs> ボロボロボロと落ちていくような姿をね午前中は見受けられましたけどもうそんないろいろドラマがねあったんですねかた、まあ、や、ね、日経はねもう爆上げしてましたからうん面白いですね。 まあ僕はね結構ね中長期もやりながらこういうね短期の銘柄にもねまあマネーゲームみたいなね銘柄にもねガンガンね挑戦チャレンジしていくタイプなんでそのやっぱテクニックがつきますよねこの短期勝負するとですね短期そのやっぱ市場の心理が非常に詰まってるからだって短期をどんどんねうまくなっていくと逆にその長期もねあの うん、応用規格性やすいですね両方知っておくのが一番いいですね中長期短期とね、うんまあ、僕はもっぱらずっと短期だったんですけど今は、ね、中長期も持ってて特にねこういう相場でございますから、うんね、大事に報道しているような感じでございますけど徳田ね,、うん、ねまあ 昨日のね、米国の僕のね、コカ・コーラ株、米国株、外国株買ったんですけど、いいタイミングだったのかなというような感じでございますね。うん、ね、ちょうどこの雇用統計もね、逆にいい方向に進んでいる感じなんで、ダウ高、ドル高というような感じなんで、ちょうどね、僕、ドル安の時に買ったからね、いい感じだなというコ。ココカーラもねちょっとう いいポジションだったんで非常に今後が楽しみかなとまあ引き続きねそれも見ていこうかなと思いますのでうん中長期持ちたいなとは思いますけどもねえという感じでございますねはいまあそんな感じでございましたねまあこんなんね有益な情報ね 時たまに出していきますので、でまあ通常はね、えー、まあそれも有益な情報なんですけど、まあねニュースとかね、あのー、日々のね、えー、事象とかあのー、伝えていこうと思いますので、はい、まあ株式投資のババちゃんでございますけども、トレーダーのババちゃんでございますも、けどもね引き続き何卒ババチャンネルをよろしくお願いいたします。また、あ、チャンネル登録よろしくお願いいたしますね。はい、本日は以上でございます。 ありがとうございます。